あー昨日のユニバーサルスージャパン楽しかったな。やっぱユニバーサルスージャパンのご飯ってめっちゃ美味しいよね。ユニバーサルスタジオジャパンとディズニーランドが好きな人は高評価をしてください。よろしくお願いします。あーまた行きてーな。みんなとユニバー楽しかったな。あれあれ葵ちゃんじゃね。葵ちゃーん、あーめんどくさいな。友達に借りたスプラトゥーン返しに隣町まで行くのめんどくさいなぁ。葵ちゃーん、葵ちゃーん、あーしんちゃーん、葵ちゃーん、どうしたの。やべ遠くてあれ全然なんて言っても聞こえないな。あーおいバカ、おい聞こえてんぞ。いや聞こえてたわ。やば何してんだろうあいつ。ちょっと行ってみようかな。なんかどっか出かけんのかな。いいな楽しそう。ちょ俺も行こう。まあ、いいやこっから入っちゃえ。よしよし。葵ちゃーん、おいおいおい、やばいやろお前、引かれるって引かれるって。葵ちゃーん何してんの。何やってんの、危ないよ。なあごめんごめん、めんどくさくてさ。こっちから来いよこっちから。いやめんどくさくて。え、葵ちゃん何してんのこんなとこで。葵ね、友達ん家にゲーム返しに行くんだ。ゲーム、この令和にゲームの貸し借りしてんの。そう、あのね、ディスクをね、貸し借りするんだよ。ディスク、うん、もう今ダウンロードとかの時代だろ。いやもうさ、青のさ、ゲームさ、もうさ、ダウンロードしすぎて容量ないからディスクしかできないんだよね。へえ、何のゲーム借りたの。これだよ、スプラトゥーン。それ1かよ。うん、待って待って、もう9月に3出るんだよ葵ちゃん。うん、1だぞこれ。全然マッチングしなくて面白くないから返しに行くんだ。それマッチングしねえよ。もう2ですらもうちょっと危ういわ。あ、そうなの、知らなかった。そう Wii U だしね。まあいいや、じゃあ頑張ってね。じゃあ俺帰るわ。しんちゃん暇なの、一緒に行こうよ。まあ暇っちゃ暇だけど、まあ確かにちょっと俺もなんかその友達なんかいろいろゲーム持ってそうだし、俺も行こうかな。じゃあ一緒に行こう。オッケー、よーし行くぞー。ふぅ、やっと着いた。おお、着いたね葵ちゃん。遠かったな。もう隣町じゃねここ。そうだよ隣町だよ。どこから電車乗ったんじゃん。小学校の友達とか。エレベーターで知り合った友達。怖いなそれ。そんなやつがよく借りれるゲームとか。全然遊んだことないし。やばこいつ。よし行こう。行こう行こう。うわーなんか殺風景な家だなここ。いやよし行ってみるか。おー葵ちゃん、おいバカなんで落とすんだよ。バイバイ。なんでこの家欠陥住宅じゃん。やっぱやべえやつだったんだ葵ちゃん。ゲーム借りたんだ。スプラトゥーン貸すやつなんてやっぱやべえよ。ちゃんとした友達だよ。ほんとかな。友達を探しに行こう。よし行くぞ。ほら、ほい、怖えなここマジで。ギシギシ言ってるもんこの家。ね、ここにいるのかな。というかお邪魔します。お邪魔してました。お邪魔してるんですけど、なんで迎えに来てくれないの。ゲームしてるのかも大音量で。なるほどね、そうかも。そこ行ってみよう。ここはどこだ。あああああああ、こんなところにも穴があった。やべえなこの家マジで。うそー、ふざけやがって。葵ちゃんなんか本が置いてるよ。ほんとだ、本だけに。ほんとだ、おもんな。え、すべての色彩を見つけよ。あそこに書いてるやつじゃない。あーこれか。黄色、黒、オレンジ、赤かな。よくできました、よくできました。バカバカ、危ねえ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 。そのやめて、そのデスゲームのマスコットキャラみたいなのさ、声やめて。これなんかあるよ。ほい、あ、コード入力、数字5桁だって。5個ないじゃん。本ねえじゃんみたいな感じで言わんで。ブックオフなのに本ねえじゃん。まあいっか、他の部屋見てみるか。探してみようぜ。探してみよう。このおい、うわ待って待って、おかしいおかしいおかしい、もうすでにおかしい。見て、見えない、ちょっと邪魔。見えないじゃねえんだよ。おいこの女マジで。おーおーじゃねえよ。うわよし、邪魔者は消えたな。おいしょと。うわやばここの家すげえよ、床浮いてるもんな。ここの3つだけデザイナーズハウスだった。行ってみてよ。ほいほい、あシンプルに下手だった。行ってみてしんちゃん。ほいほいほい、おい違う、おいちゃん違うぞこれ、トラップだ。いけないんだ。あ、でもあったよおいちゃん、ここにチェストがある。
お、開いて。キー、キーって書いてる。どっか開くぞこれ、扉が。あー、キーって鍵のことね。そうだよ。あー、これかな。あ、ここだ、葵ちゃん。いやいやいや、設置できるブロック確認しろよ。いやごめん、漢字読めなかった。2年もやってんだから分かるだろ、ブロックの名前くらい。うるせーな、こいつさっきからついてきてあげてんのに。いけー、開けるぞ。はい、開いたよ。お、なにこれ。あ、ベッドルームじゃん。お寿司のピクニック。わー、え、なんで、なんで葵は死んだの。いや、つまんなさすぎて殺されたんじゃない。あ、そういうこと。そういうのもあるのか。そういうのもあるかも。あの、音声認識があるかもしれない、この部屋。やば。あ、そういうことか、わかった。これか、これだ。これに引っかかったんだ、葵。トラップがあったんだ、ここ。うわ、見えな、マジで。やば、やってくれたな、本当に。で、これベッドが何、お寿司の模様になってるってこと。これ、これがマグロで、あっちが卵で。サーモンだ。あ、おサーモン。あーあー、お前さあ、れ、これあれだね。あ、これなんか記入するってことかな、これ経験値かな。えー、でもわかんないよ、何。何なんだろう。でも色的にはあるよね、これ。オレンジに黒に黄色に赤、うん、でも4色なんだよね。数字が5桁なんだけど。わかった、しんちゃん、子供が好きなお寿司ランキングだよ。いつのランキングだよ。当社調べ2022年。シャリもあるからこれで5かな。なわけなくない。え、これさ、あれかも、マス目分かもしんない。あー、なるほどね。何色から順番だったっけ。葵ちゃん、ここ抜けてなかったよね、さっき。何がそうしてそうなったの。分からない、やっぱボロボロなんだよ、この家。黄色、黒、オレンジ、赤だ。意味わからんよね、何が数字になるんだろう。マス目じゃないのかよ。これまだマス目でピンときてないんだよね、教えてよ。例えばこの卵だったら、うん、3マス分のブロックじゃん、うん、だから1、2、3、4、5、6で6。あー、なるほどね。黒が3、1、2、3マス分で、このサーモンだったら、まあ、9だよね。9マス分、赤も9だねみたいな感じかな。おー、なるほど。まあ、ちょっと見てみようぜ。ならえ、でも5桁なんだったっけ。うん、そうなんだよね、数字5桁だから、まあ、今の感じでいくと6、3、9、9、1桁足りないってこと。そうだね、5桁か。わかんねえぞ、おい、どういうことだよ、教えてくれよ。俺たちスプラトゥーンのディスク返してきただけなのに。しんちゃん、何、重要なお知らせ。なになになに。ここの部屋見てみ。友達死んでた。うん。え、待って、ダブルベッドみたいな、ないなんか。あるよね。おる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 。え、あ、っていうことはカウントするんだ。なるほどね。そうだよ、これもカウントするんだ。ということは9に18で、赤が9個じゃなくて18個だ。そういうことだ。うわ、赤だけ2桁になるんだ。なるほどね。いや、最後が18になるってことだ。つうことは、まず黄色が6、卵が6、海苔が3で、サーモンが9で、最後マグロが18。6、3、9、1、8だ。いや、わかんねえな、これ。確かに難しかった。目に見えるものが全てじゃないってやつだ。目にしか見えてないけどね。よし、6、3、9、1、8入れます。ほい、お、来た。うわー、すげえ、これが降ってきたんだ。あ、そういうことか、上から降ってきたってことか、これ。こりゃ死ぬわ。もう行くよ、おいちゃん。まあ、怖い怖い、なんかありそうなんだけど、ここも。いけー、おやめろやめろよ、こ、いけー、バカバカやめろって。あ、お、なんかチェストがある。あ、待って、葵ちゃん、来て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 、あのチェスト、うわ、開かないんだけど、行ってみて。開かないんだけど、全然開くやん。おい、葵ちゃんは神道寺と同じワールドに住みたくなかったって書かれてるぞ、お前。どういうことだよ。やば、これ。本当だ、ここにトラップがあるんだ。お、キー、何、何、どこに設置できるか言ってみて。花生岩。ほらほら、ちょっと悩んでんじゃん。いや、青はだってマイクラ初心者だからわからないよ。これだと思うよ。あー、むかつくなー。あー、バカがいたねー。むかつくなー。あー、バカがいたねー。いいから早くしろよ。ポチッとな。お、いいじゃん。けー、オッケー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 。なんで譲るんだよ。譲んだよ。しんちゃんがやっぱチャンネル主だから先に行かなきゃ。なんでだろう、俺たちのカップルチャンネルだろ。カップルチャンネルじゃねえよ。違うの。ほら行けよ、しんどいチャンネルなんだから。わかったわかった。え、なんだこれ。おー、すごいすごいすごい、下まで引き抜けてる。おー、すげえ。真ん中行ったら助けますよみたいな感じだね。なんでなんて言ったら助けますよ。うん、助けますよ。行ってこい。真ん中、おい、あー、惜しい。
この真ん中のあの水のところに着地すればいいってことか。そういうことだ。いけ！おいバカバカ、落とすな落とすな落とすな。ほい！あああドンマイケル。なんでだドンマイケル。誰だっけドンマイケルって。行ってくるぞ。うん。行くよ。ほい。これいけるんじゃない？おい！水のさ高さ足りないんじゃね？え待って、いや違うくない？これ水の前に死んでる気がするんだけど俺。これ分かった葵ちゃん、多分これさ水意味ない、これ葵ちゃん。灰色のさカーペットみたいの引いてない？あ引いてるね、あるね。あそこがセーフゾーンなのかな。いけるか？ワンチャンそうかも。いけ！ピューン！あー！よし行きます。これ真ん中行かないとダメなの？おお待って、行けた。ほんとだ、待ってバウンドする。ここスライムブロックがあるんだ、この下に。なるほどね。お行けた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 、イエーイ。でもしんちゃん帰ってこれないよ。いやそんなわけない。バイバイ。じゃあテスト開けます。はい、はーい。キーレッドストーンランプにつけれる。オッケー、ゲット。でこれ戻れるんですよね、多分これで。ほい、イエーイ。成功してんじゃん。レッドストーンランプってどこにあるんだ？え、嘘だろ、おい。あったじゃん。どこにあった？ああ、ここか。よし、行け。よし、行きます。あ、これね。これレッドストーンランプってね。じゃあ行きます。こっち。はい。じゃあ点灯。おわーい！ああ、もう地味なことしてくれてんな、マジで。大人をおちょくるな。仕方ねえな。行くよ、葵ちゃん。うん。ほい。で、多分行けるようになったんだよね、ここがね。さっき、透明ブロックがあったところね。行けた行けた、オッケー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 。なんかあんの？いいよ。あ、次の部屋がある。来て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 。あ、はい、来いよ。はーい。そう、絶対カップルチャンネルとか無理だな。喧嘩チャンネルだよ、喧嘩チャンネル。ラブラブの反対の動画になってしまいそう。ほい、ほい。月が、お、なんだこれ、すごいハイテクな部屋に来たよ。うわーすげー、なんじゃこりゃ。どこにいるんだお前の友達。いねえぞ全然。行け。うわ、お、いけた。おお、いけたいけたいけた。これあれじゃない、また路線変更するやつじゃない。これ、葵ちゃん来てみて。絶対落とすやん、お前。大丈夫、お父さん。あぁ、おぉ、あれあれ透明ブロックあるんじゃない、ほらほらほら。あ、なんだ。はい、じゃあ葵ちゃん押すよ、いくよ。うん、線路が切り替わった。あ、上のやつ押してくらいじゃない。あー、これか、ここにもあるのか。これ押したら、トロッコが出てきて。なるほどね。で、目的地まで行かせればいいってことね、これ、また。うん、そういうことだ。出します。こっち、どっから出た？どっから出た？あそこ。押せ！はい、押した！おーい、遅いなぁ。遅いなじゃねえんだよ。見えねえんだよ、こっち。じゃ協力プレイ行こう。じゃあ、葵ちゃんちょっと見てて。うん。じゃあ、行くよ。はい、オッケー。出した。押せ！はい。押せ！はい。はい、終わりー。お前、押せんだ、お前の指示が。え、本当に見えないの？こっからじゃ。じゃあ、葵ちゃん行ってみてよ、葵ちゃん。はい。お、行けた。行け。はい。お、いいよ。うまい、うまいよ。うまい、うまいよ。はい。もう一回押せ。はい、おー、ナイス。マジ？いけた。完全感覚ドリーマー。なんでだよ。でも1個しか点灯してない、葵ちゃん。え、これあと2回しないとダメ、これ。マジで？完全感覚ドリーマー、あと2回して。オッケー、押せ。いけ。おい、よーっしゃー。ダメだ。ここに7時間くらいかかったわ。かかってねえわ、お前。10分もかかってねえわ。あ、かかってない。開いた開いた開いた。いくぞ、葵ちゃん。よし、やっとかよ。どこにいんだよ、友達。全然おらんやん。マジでふざけんなよ。どこにもいねえよ。おぉじゃん。何この部屋。え、どうなってんの？ここになんかトラップドアがあるよ。ここに行けってことじゃない？こん中入るってことじゃない？おいしょー。おい。あ、バカ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 。おー。待って待って、チェストがある、チェストがある、おいちゃん、ここに。ほい。あ、オッケー。鍵ゲット。よし。よし、行くぞ。行こう。さすがにいるだろう。あいつ下手くそだな。本当に朝で練習したのかよ、お前。レスポンした方が早いという事実。うっせえわ、お前。落ちただけだろ、お前。いけ。お、来た。じゃあ、一応開けるよ。もうさすがにいるでしょ。いるんじゃない？待って、怖い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 。この部屋も怖い。おーい、閉じ込めんな。これなんか書いてるよ、これ上に。ほんとだ。とりあえずこの本読んでみるか。うん。ダイヤの値を求めよ。うわー、計算系だ。この値を求めよってことだ。あ、しんちゃん、ここになんかある。あ、ほんと隠しチェストだ。望遠鏡じゃない？わー、望遠鏡だわ。なるほどね。一番上が、プラスって書いて、おい、バカ見えねえよ。見えねえよ。
鉄プラス鉄が、なんだこれ、うんこ。それ銅じゃない？銅か。で、鉄かける金が、ダイヤ。なるほどね。で、ラピスラズリプラス鉄がゴールド。おっと、これは算数ですね。あ、おいしい。分かってねえだろ、お前絶対。分からないということが分かりました。うるさいな、お前。これなんかあるよ、これ。開いてみる。コードは2桁。ああ、2桁になるんだ。っていうことは、多分どっかに、この値の数字が多分どっかあるんだろうな。で、ダイヤの値を求めないといけないっていう感じ。そんなヒントあったっけ、どっかに。あ、待って、なんかあるよ、葵ちゃん。ほんとだ。シェルカーボックスになってる。ハサミ、カーペットが破壊できる。こっちじゃん。薄灰色のカーペット。どこどこどこ。ここ。あ、ほんとだ。これだ。あ、ほんとだ。すげえすげえ。きたー。数が書いてるー。これだ。スクラッチしてるみたい。スクラッチだね、完全に。やったー、8億円だ。8億円じゃねえだろお前。ってことは銅が8ってことでしょ。銅が8ってことはおそらくだけど、まあ、4プラス4ってことじゃない。ゴールドの値が出ればダイヤの値が出るってことだよね。そういうことだ。ってことはラピスラズリの値が分かんないと分かんなくね。ってことは灰色のカーペットまだどっかにあんじゃん。ってことだよね。ちょっと探してみるか。じゃん。あった？あった。マジ？トロッコ、トロッコ。待って、すぐ行くわ。ある。あ、あるじゃん。6だ。すげえ。よし、じゃあ戻ろう。おい。お前デスポーンすんな。練習しろ、アスレの。ってことはラピスが6で、鉄が4だから6プラス4イコールゴールドが10だ。でかけてるから鉄が4で 4×10 は40じゃないですか。ダイヤ。あー、はい、正解。なるほど。振動値かっこ40ってことか。あれ40歳。葵ちゃんも40歳ってことになるけど大丈夫。はい、ここだね。40ね。いくよ。うん。40で。これで正解じゃないですか。はい。じゃあ行きます。いやー、これは簡単だったね。まあ、俺たちみたいなね。妥協だったね。エレガンスな大人たちにはね、余裕でしたよ。40、ぽい。お、どこ開いた。あ、開いた。テスト開いた。よし、行くぞ。ぽい、出た。玄関の鍵。え？あの、スプラッテのさ、ディスク、返しといて。そこに入れといて。返しとく。入れた？うん。まあ、いいよ。とりあえず置いて帰ろうぜ、もう。いないしさ。いいや。帰ろう。仕方ないよね。あー